皆さんこんにちは。前回は射出成型機の種類についてお話ししました。今回は射出成型機の選定方法についてです。ぜひ最後まで見ていってください。射出成型機には様々な種類があるため、適切な射出成型機を選ぶ必要があります。成型機サイズは製品のサイズ、射出容量、製品の深さによって決まります。まずは作りたい製品の形状、サイズ、材料、生産量などについて明確にしておきましょう。まずは射出成型機タイプの選択をします。前回説明した通り、射出成型機にはそれぞれ構造に違いがあります。射出ユニットと型締めユニットで方式が異なりますし、動力源の違いもあります。それぞれの特徴を理解した上で射出成型機のタイプを選択しましょう。とはいうものの、初心者が射出成型機の構造まで理解してメーカーを選定するのは難しいです。では最低限何を判断して成型メーカーを選定するのか、それは成型機サイズでまずは判断しましょう。成型機サイズを理解する上で重要になるのは、その製品を成型できる必要型締め力を知ることです。製品サイズ、重量によっておおよその成型機サイズがわかります。成型機サイズはトン数で表記されております。例えば左上の成型機は850トンまで対応可能です。これは成型メーカーの保有設備を見ればわかります。このトン数は何の力を表しているのかというと、金型を締める力を表しています。射出成型では材料を射出する際、金型に大きな圧力がかかります。一般的に指先ぐらいの面積に対して乗用車1台分ぐらいの圧力がかかると言われております。この圧力によって金型が開かないよう型を締め付けておく力のことを必要型締め力と言います。該当製品に対して型締め力が必要以上に高いとガス逃げが悪くなり、低いとバリが発生します。そのため適切な必要型締め力を算出する必要があります。必要型締め力はこのような計算式で求められます。 F は必要型締め力、 P はキャビティ内圧力、A は投影面積の合計です。 P は樹脂材料によって変化します。またそれ以外にも成型品の肉厚、キャビティの表面温度、ランナーの取り方、成型条件などによって数値が変わるので注意が必要です。投影面積とは樹脂を注入した時に圧力がかかる面のことを言います。つまり樹脂を注入した方向から見た製品の最外側が投影面積になります。例えばトレイ形状の製品の場合はこちらの図のように考えます。断面図のように製品は配置され、矢印の方向に樹脂が注入されます。そして樹脂が注入される方向から見た製品の最外側がこの製品の投影面積となるのです。では実際に A4 サイズの PP プラスチック製品を成型するために必要な型締め力を計算していきたいと思います。 P は素材によって変化するとありますが、PP の場合は300になります。 A4 サイズの製品を作る場合、 A は 21×29.7cm イコール623平方センチメートルです。これらを当てはめると F イコール1000分の 300×623 イコール 186.9 トンになります。成型条件合わせで余力を考慮すると、成型機サイズは200から220トンを選択すればいいことがわかります。このようにして、どのような射出成型機が必要なのかが決まります。しかし、このあたりの詳しい仕様に関しては、製品メーカー様だけでは判断できない領域かと思います。よく熟知した成型メーカーと密な打ち合わせが必要です。最後にまとめです。射出成型機は精度の高い製品を効率的に生産することが可能であり、現代のものづくりにおいて非常に重要な役割を果たしています。今後も技術の進歩により、素材のバリエーション増加や、生産性や効率性の向上が期待されます。関東製作所では、180トンから1800トンクラスの射出成型機を保有しており、多種多様なサイズ、材料の幅広い製品に対応いたします。また、金型から量産成型まで行っており、製品開発における全ての工程を社内で一貫対応いたします。プラスチック製品で何かお困りごとがございましたら、お気軽にご問い合わせください。こちらは参考サイトのご案内です。
今回紹介した内容の記事は NFG ハックからもご覧いただけます。概要欄には各サイトの URL が貼ってありますので、その他の記事も参考にしてください。関東 NFG チャンネルではプラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画もご覧ください。次回のご視聴もお待ちしております。